馬仙山は、中華民国、満州国の軍人。自は州法。貧しい農民の子として、海徳圏に生まれる。その後馬族に身を投じるが、長作人の側近だった、五春のボルに見出され1911年に連、連隊長。1925年には、旅団長となった。ノンジャン鉄橋での戦い1931年9月、満州事変が勃発すると、 小学寮によって、国立交渉政府主席代理に任命され、10月中旬、ノンジャンにかかる鉄橋を破壊し、関東軍及び、関東軍に協力した朝開放の進攻を、父春で食い止めようとした。関東軍とバ、バッセン,ン軍は11月上旬、ノンジャン鉄橋よりも北側に位置する大港駅付近で、衝突、11月中旬には、関東軍がバ、バッセン,ン軍に対し、 父春以北へ撤退するよう求めたが、馬仙山はこれを拒絶し、再び小競り合いが続いた。第二次、若月内閣は、関東軍の父春進行は、国際世論の効果を招くとして、内閣総辞職を示唆。結局、関東軍は、父春に、進行。激しい戦闘の後馬仙山は、父春を放棄したものの関東軍は小部隊を、父春に留めて撤退。 その後、11月下旬には、ハルビン在住の長経経が、関東軍の後押しのもと、国流交渉の地に新政権を樹立することを宣言した。2万の大軍を要し、勢望高かった馬仙山は最後まで抵抗し続けた。戦場の馬仙山1931年12月7日、関東軍参謀の板垣聖志郎は、馬仙山の本拠地に乗り込み、 新しい満州国の国立交渉省庁の地位を約束して説得工作を行い、馬仙山は社会席の説得に応じる形で独立政権樹立の動きに参加した。1932年2月5日のハルビン・カンラックにより、満州国家樹立の動きが加速化し、2月7日、ようやく馬仙山が関東軍に基準した。2月16日、 馬仙山が日本軍機で春日により放天入りするのを待ち、同日の夕刻、大和ホテルにおいて開かれた長慶慶、増式武氏、紀候、馬仙山の4拠党会談に参加した。翌17日、長慶慶を委員長とし、馬仙山も委員である東北最高行政委員会が発足し、18日、同委員会は伝文を発し、 東北地方の国民政府からの離脱を宣言した。3月1日、東北最高行政委員会は、超軽々の屋敷で、満州国建国宣言を行い、満州国が誕生した。馬仙山は、国立交渉庁と共に、同年3月9日には、満州国軍政部長を兼ねた。馬仙山しかし、馬仙山は、その1ヶ月も経たない同年4月1日に、 黒川を密かに脱出し、ラジオを通じて、東北全土に徹底抗戦を呼びかけて、東北旧国抗日、連れ軍を組織した。こうして、ゲリラ戦を展開したものの軍事的な劣勢を跳ね返すことはできず、翌1933年にはソ連へと脱出した。その後、ヨーロッパ経由で再び中国に入国し、蒋介石に徹底的な抗戦を要求したが、 拒絶され、軍事委員会委員に棚上げされて、結局、天津の疎開に空居する。1936年に、長学寮、陽子城によって、西安事変が起きると、長学寮らを、指示。1937年の六甲橋事件の後は、東北帝津軍総司令に任命され、三政省において八祖寺軍と協力しながら、公日闘争を続行した。馬仙山は、 馬族時代の経験を生かした巧みなゲリラ戦術をもって知られ、日本軍将兵から東洋のナポレオンの異名を取った。1948年8月5日、東北総秘総司令部副総司令、金松北水税総司令。同年9月6日、東北総秘総司令部政務委員会委員。その後、病に倒れて北平に住み、 中国人民解放軍が他兵に侵攻する際には、風作儀によって東方山と共に解放軍との交渉に当たった。中華人民共和国成立後の1950年、中国人民政治協商会議の委員となるも、出席できず北京で死去した。64歳。ありがとうございます。